王文庫は、中華民国、中華人民共和国の地質学者、政治家。国際的にも優れた地質学者であり、また、国民政府で、初代行政委員長を務めた。字は、英芸、英年。号は、君たち。なお、同邸の王文派も地質学者、物理学者として著名である。祖父の王歩み雲は、新朝の内閣中将を務めた人物である。 王文孔は、1902年、13歳で秀才となり、1906年に、上海の新丹学院でフランス語、数学等を習得する。1908年、ヨーロッパに留学し、ベルギーのルーベンカトリック大学に入学して、地質学を専攻した。1912年、中国史上初の地質学博士となった。帰国後は、北京政府で、 地質学の専門家として、各職を歴任し、1921年、帝文江の公認として、農商部地質調査所長に就任した。その翌年には、中国地質学会副会長に就任している。1924年、北京大学、聖火大学で教授となった。その後も、国内各地で、実地調査を進め、地質学、鉱物学、地震学、 地理学等の様々な分野において多くの論文、著作を発表した。1934年には中国地理学会の初代会長に選出された。さらに国際地質学会でも副会長を務めたほか海外の大学から様々な栄誉を受賞している。1932年小解析の招兵を受けた大文孔は賞のために 国内鉱物資源分布等について教授する。沖縄の再色に参端した章は、1935年12月、沖縄を行政院秘書長に起用した。さらに、王は、国際的な交友関係を活かして、欧州各国の経済界首脳と、様々な交渉を担当している。日中戦争期には、王文孔は、 国民政府経済部部長に任じられ、さらに資源委員会主任委員、高校調整所所長、戦時生産局局長などの実業部門主幹を歴任した。沖縄率いる資源委員会の専門家たちは中国国内の生産や資源配分等の広報支援で大いに活躍している。1938年に沖縄中国国民党に加入し、 1945年5月、王文孔は中国国民党の中央執行委員に選出された。さらに行政委員副委員長にも任命されている。日中戦争終結後の1946年6月に中国石油公師が設立されると王文孔が当時長県総経理に就任した。1948年5月、小海石が相当に選出されると、 沖縄が行政委員長に昇格した。なお沖縄は中華民国憲法志向後としては初代の行政委員長である。王文庫は国境内戦下での経済混乱の収集に努力した。しかしその規模はもはや沖縄にも同等もしがたい水準にあった。禁煙券発行などの様々な施策も虚しく、同年11月混乱収集を成し得なかった責任を取り、王は 行政委員長を辞任した。同年12月、王は中国共産党から国民政府における43人の先般の一人として指名されている。1949年2月、王は代理総統理総任により総統府秘書長に再起用された。しかし、政務への意欲はもはやなかった。 国民党敗北直前の同年10月、王文孔はフランスへ去り、後にアメリカへ向かった。しかし1950年冬、毛沢東、州本来の招兵を受けて、翌年3月に帰国している。帰国後は、先般として罪を問われることもなく、国民政府時代と同様に専門家として優遇された。 中国国民党革命委員会中央常務委員、第2期から第4期の中国人民、政治協商会議全国委員会委員等を歴任している。また、地質学会に復帰して、研究にも専念した。1971年1月27日、北京で病没。去年83、多多数、ありがとうございます。